皆さん、今ですね、ココちゃんと一緒に公園に来たんですけども、知らないおじさんにココちゃんが連れて行かれてしまいました。完全に誘拐事件ですよ。ちょっとすぐに警察に電話したいと思います。どうもシュンズ TV です。皆さん、今日ですね、私ココちゃんと一緒に公園に遊びに来たんですよ。でその時普通に楽しく撮影してたんですけども、こちらです。ココちゃん、公園に遊びに来たね。楽しいね。そうだね。なんか周りに人いっぱいいるよ。そうだよね。でも知らない人について行っちゃダメだからね、ココちゃん。わかった。なんでなんでついてちゃいけないの？ほら、誘拐とかそういうのもあるからだよ。この公園は広い公園でございますし、うわ、人もいっぱいいますからね。森の奥とかにどんな動物がいるかも分かりませんから、とにかくココちゃんまだ2歳なんだから、絶対に私から離れないようにしてね。分かった？分かったよ。でもさ、この水でチャポチャポってやりたいな。ココちゃん、落ちないように気をつけてね。そして知らないおじさんに話しかけられて、突然抱っこされて、そのまま走って逃げてっちゃったんですよ。完全にこれは誘拐でございます。なので今からちょっと警察に電話したいと思います。いやー、本当にちょっと心配ですよ。マジでココちゃんが心配です。もしもし。ですね、今公園にいたんですけども、はい、2歳のですね、娘がちょっと知らない男の人に連れて行かれてしまって、はい、そうですね、はい、結構大きい公園で、ぜひちょっとお願いします。はい、いやー、マジでやばいです。このままじゃ本当にココちゃんが見つからないかもしれません。とりあえずちょっと周辺を探したいと思います。よろしくお願いします。ココちゃん、ココちゃん、どこにいるの？出てきておいで。くそ、こうやってカメラを回すことによって、後から見返した時に何か手がかりが見つかるかもしれませんからね。それに警察の方にこの映像を見せることで何か気づいてもらえることがあるかもしれませんから、常にカメラを回しておくことは大切にしていきたいと思うんですけども、いやー、手がかりどころか、ココちゃんの何かそのね、私物みたいなものも落ちてないですし、くっそー、まだそんな遠くには行ってないと思うんですけど、公園中探し回ってるんですけども、どこもいないんですよね。くっそー。そうだ、こういう時って人気のつかないところに出る可能性高いんですよね。ちょっと今から森の中に入っていきたいと思います。もしかしたらココちゃんいるかもしれませんからね。森の奥に来ましたけども、人が一人もいませんよ。でもこういう風にやっぱり人がいないところとかが怪しいですよね。ココちゃん、ココちゃん、もう何としてでも見つけてあげるからね。私の責任でございます。やっぱり知らない人に抱っこさせてくださいって言われても、抱っこなんてさせちゃダメだったんですよ。全くもう何かしらの手がかりでもあれば。あれ、ちょっと待ってください。なんかこの森の中に全然合わないものが落ちていますけども、これは一体何なんですか？ランプ？ちょっと待ってください。なんでこんなところにランプが落ちてるんですか？これはココちゃんの手がかりがわかるのかな？ちょっと待って、真ん中に何か書いてありませんか？ちょっと埃でよく見えないな。こすってみるか。よいしょっと、なんて書いてあるんだ？ちょっと待って。嘘でしょ？何か出てきましたよ、ランプの中から。青い青い妖精が出てきましたけども、これはランプのせい、ジーニーさんです。ジーニー？ちょっと待って、このランプの中にいたランプの魔人ってこと？そうです。何でも3つ願い事叶えて差し上げます、ご主人様。ご主人様って、嘘でしょ？信用できないんだけど。何でも3つの願いってもう1つ決定ですよ。お願いします。ココちゃんが誘拐されちゃいました。助けてください。私とココちゃんを家に返してください。お安いご用で、ご主人様。ちょっと待って。ちょっと待ってください。ここは家。それにココちゃん、嘘でしょ？本当に願いを叶えてくれたってこと？ちょっと映したいと思います。たうらくしてね。ちょっとココちゃん、突然現れましたけども、っていうか私も突然移動してきましたけども、ちょっとさ、知らないおじさんに突然抱っこされて連れてかれちゃったんだ。そうか、どこに連れてかれちゃったの？なんかね、変な暗闇に連れてかされて怖かったんだ。そうか、完全に誘拐でございましたね。でも本
当に願いを叶えてくれてめちゃめちゃ嬉しいですよ。っていうか、マジで、マジでやばいですね。ベンソンとジョンソン。シュンズ TV、この青いのは一体なんだ？実はですね、これはランプの聖ジーニーといって、何でも3つ願いを叶えてくれるそうなんですけども、私はココちゃんが知らないおじさんに連れてかれちゃったから、助けてって頼んだら、本当に叶えてくれたんですよ。そうさ、ランプの聖ジーニーさんです。すごいよ、すごいよ、本当に助けてくれてありがとうございます。あ、そうだ、あと2つお願い事ができる。何にしようかな、何にしようかな。ちょっとさ、僕はお菓子100個欲しいかな。お菓子100個とかお願いできるのかな。いやー、ココちゃんダメだよ、そんなことに使っちゃう。もっともっとすごいことに使わないと。おい、ショースティビー。ああ、そのランプ俺たちにくれ。ダッキーとバニー、まずいいたずら好きでございますからね。ちょっとダッキーとバニー、絶対にいたずらに使っちゃダメですからね。本当にすごいランプでございますから。ああ、俺たちも欲しいぜ。ああ、そうだ、何でも願いが叶うんだろう。そうなんですよね、そうなんですよね。ああ、そうだ、何でも知ってるスマイリーロックさん教えてください。ジーニーは本当に何でも願いを叶えてくれるんですか？ああ、できない願いもあるみたいじゃよ。死んだ人を生き返らせたり、人に恋をさせたり、願いを増やせという願いも禁止みたいじゃよ。そうなんだ、その3つが禁止なんですね。ママ。やあ、こんにちは。何をしているのかね。その森に魔法のランプがあるという噂を聞いたから、私は手下を使って探していたんだが、先に見つけられてしまうとは。それにココちゃんを誘拐したのも私の手下だぞ。まあいいだろう、お前が手に入れた魔法のランプ、それさえあれば私は思いのままに世界を変えることができる。絶対に奪ってみせるからな、覚悟しておけよ。ロッツォ。マジかよ、ロッツォが仕込んだ人がココちゃんを誘拐していったんですね。危なかった危なかった。私が一番最初にランプを見つけてなかったら、マジでココちゃんがやられちゃってましたよ。ココちゃん、ロッツォから守ってあげるからね。ちょっとさ、触んないでくれるかな。顔洗ったばっかりなんだからさ。そしてですね、残りの2つの願いを慎重に考えていきたいと思います。ロッツォにこのランプ取られたら、マジで世界が終わってしまいますからね。取られないように気をつけたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。みんなは3つの願い事、何にするのかな。ああ、まさかの魔法のランプ。ロッツォの手に渡ってしまったら、本当にシュンズ TV は終わってしまうかもしれないから、十分に気をつけよう。ミスタープリックルパンツに質問。プリックルパンツはハリネズミですか？ああ、その通り。ユートさんはよくわかっている。私は何の動物かよくわからないと言われるんだが、ハリネズミだ。かわいいハリネズミ、神様。プリックルパンツに質問です。今私たちの学校は知っていますか？レックスに頼んで YouTube で調べてみてください。ああ、あなたにそう言われたのでレックスに頼んで調べてもらったら、とても怖かった。ゾンビたちが追っかけてくる映画だ。我々も隣で夢中になって見てた。ああ、でももしあんな風にゾンビに襲われても、ランプのせいジーニーがいれば絶対に大丈夫だ。これを見てるみんなにお願いだ。チャンネル登録と高評価をしてほしい。そうすることで私は演技に集中することができる。チャンネル登録してくれた人は我々にとって神様。